清宮幸太郎、今週中にも打撃練習を再開する模様。清宮今週にバッティング開始するってさ。清宮、400万円治療期で開幕間に合うかも。患部の炎症は大幅に改善されていて、屋内では両足立ちでのスイングを開始したって報知に出てる。2週間くらい早まったか。早期回復して来月中旬あたりにオープン戦もしくはファームで復帰かな。昇格するときにサードが固定されているなら、ファーストを多くの選手と争うしかない。清宮はまず2軍戦で守備でしょう。フルで守れるように。慌てる必要なんてないよ。今サードやファーストで出てる選手が調子落とす時期が必ずあるから、その時に備える形で調整してくれれば良いと思う。幸いこれ、今のところ三塁の野村、戸郡司の打撃が絶好調だからな。悪い意味でなく代わりのサード候補はいっぱいいるみたいだし、本人は焦る気持ちがあるのはわかるけど、復帰したら打ちまくってポジションを奪い返すくらいの調整で復帰してほしい。新庄が今までのように甘やかせて1軍スタートか、それとも鬼になって2軍スタートか。怪我は焦らず治してから1軍に上がってきてくれ。